ただね、じいさんたちの再生、これもともと自民党がやってることやね。自民党上手やね、それもちろんな。その代わりその地域のおっさんにならなきゃんけどな。そりゃそうや、ね、まあまあ関西風に言うなら町衆になれやみたいな感じかな。京都風に言うならね、まあじいさんたちの再生やな。うん、だから地域の人間として生き直したらしまいや、簡単に。ね、まあマロードとして機能したらなおさらいいことやな。マロ神としての機能したらなおさらいいことや。でも辻もそら自民党海の親の一族やから、そんなじいさんの再生なんか余裕でできるけどな。せやけどうちにしてて直されたらなめっちゃそうなってたんや。嫉妬くらったな。な嫉妬くらいなんてバカバカしいことじいさんが選択するわけな。な、じゃあ自民党は任しといたらええねんけどな、じいさんの再生はな。せやけどうちはこういうな、ロジカルな内容で、内容っていうかラジカルに言ってるけどな、でも仕組みはロジカルやろな。でまあシニカルな言い方はよく取るけどな、でも実際はペシミストやろ。こういうギャグはついてこれなあかんで、さないとまた対戦を来たら負けるでな。向こうは自分とこの母国を世界公開、世界中に使わせてるから弱っとんねな。逆手にとってはつけれるやろ、世界言語なんてな。そんな自分とこの言語そんなオープンにするもんちゃうでな。首都明け渡してるのもさ、